学園生徒会快速不足その26。ロシアのストリーキングは無条件に尊敬しましょう。さすがに真冬は休んでるんじゃない？そういえば尊敬する人は父って言ってたな。津田、お父さんから何か聞いてないのか？いや、日本にいますし、そういう趣味もないですから。こちらは大西学園生徒会室からお送りするラジオファーファー。本日生徒会室にいるのは私、萩村鈴役の矢作さゆりと、天草志乃役の彦瀬横と、津田貴俊役の浅沼慎太郎です。イエーイ。2回目。はい、日本撮りだからですこのメンバーなのは。まあ大丈夫だよ、みんな頭いいから。言わなくてももうみんな気づいてる。気づいてるよ。じゃあテンション上げるようなこと言ってあげようか。なに褒められるの好き？あんまり。なにちょっとニヤニヤしてる。言って。今ね、ブースに来たうちのマネージャーさんのね、デスクトップの写真はなんと、何、同級のグラユイちゃんです。あ、グラユイちゃんだった。はい、というわけで始まりました。テンションだだ下がりですいや、せめて田沢かなか井口ゆかにせいや。ね、同じ事務所。なんで大好きだそうです、うん、全くいい大人が、ま、若い子がいいんだよ。あ、そうなのかな。でもね、私もね、うん、大好きなの。しょうがないでしょ。だって娘だからね。どう見ても可愛いもの。そう、娘だからねはい、リスナーの中で何ひかさちゃんを壁紙にしてるっていう人がいたらね、ぜひ。いいんだ、うっそ、ちょっとやめな。なんで鼻ちょっと出そうになったでしょ今ちょっとやめときな。よだれよだれ、はい、じゃあ PTK するか。ピートークね。ピートークするか。説明しなくていい？大丈夫？いいよ、もう。まあ話してる間に P が入るっていう話、はい、はい。じゃあ読んで。生徒会ネーム、せめてもっと若い設定にしてさんからいただきました。ありがとうございます。ジェンラの皆さん、マッパーマッパー。僕は学校でお父さんとクラスのみんなに呼ばれています。好きな人にも当然のように呼ばれます。この男として見られていない悲しさが高校生にはかなり辛いです。どうしたらこのお父さんを変えられるでしょうか。ジェンラの皆さんはこんな体験ありますか。だってまさに ね僕らが、うん、ママ、お父さん、ママ、パパ言われてますもんな、まあ、パパ。男として見られてない悲しさってさ言ってるけど、俺なんてママだからね男どころかも性別変わっちゃった。そうだからね、本当に夫婦は似るって言うけど、本当に二人は似てるよ。あの目が同じ、顔が、そう、あのね、ひかさっせーなみたいな目がね、ほんとそっくりいや、それは俺らに限らずさみんなそんな目してるよ。みんな見てみ、ほんと。いやいや、みんななんかね、生温かい微笑ましい目でね、実は見てくれてるの知ってる。私それかわいそうって思ってる目でしょ、うん、だってあまり見ない。おい、うなずくなよなんで全員一でうなずいたんだいや、でもお父さんって呼ばれてるってことは親しまれてるってことなんじゃないの、うん、まあいい意味だとは思いますけどね、うん、頼りがいがあるとかさ、うん、だってみんなが呼んでたらさ、たとえその女の子も彼のことが気になってても違う呼び方で呼べなくない。まあ可愛らしいお父さん。もうちょっと可愛らしい。おはさん、中身はね乙女ですからね。可愛らしい。中身はって言うなよお前見た目おっさんだよ。ごめんね。なんで俺先に突っ込んじゃったのそっか、うん、え、逆におはさんはパパって呼ばれたりとか、うん、朝にはママって呼ばれるの嫌なんですか。別に、うん、エリッ様か懐かしいな本当に。慣れた。最初は嫌だった、うん、嫌だったっていうか、なんでって思ってたけど。なんでだろうね。どうしたの、怖い目つぶししようとした今。違う、いや、その目がね、レンズ入ってんのかなと思ってさっきから切れ合わせてちょっと指を突っ込んでみようと思ってなんか言ってからにして、せめてびっくりするわ。朝にいつもレンズないよね。いつもじゃないけどね。あ、そっか。写真撮るときとかほら、分かんなかった、反射しちゃうから。この話よくね気になってさ、ずっと横から見てて気になったんだで、何の話してたっけ。お父さんって。あ、そうそう、お父さん。慣れた。ここ以外でもパパママって呼ばれるの。だって呼ばれない。俺は別のとこで呼ばれた。え、お母さんって。お母さんって。でもこのラジオのこと知らないんだよ。そうなんだ、うん、でもよくほら、こぼさないのとか、野菜食べなさいとか言うからじゃない、うん、面倒見いいからだよ並んで歩かないとかね。そう、うん、だいたいこう収録の帰りとか、女の子でこう 2,3 人で話しながら歩いてると、後ろからこう人が来たりとかするじゃない、うん、並んで歩かないのって言うと、はーいママーって保護者ずらしないでよ。なんだよ、うん、まあでもいいんじゃないのかな。これで親しまれてることを、うん、なんだから、これは、うん、
話すきっかけにもなるしね。そうだよ、これであだ名がっことかだったら悲しいだろ。毛玉とかね。そうね、本当だ ね、 毛玉とかね。好きな人に毛玉って言われたらちょっとへこんじゃうっていうか泣いちゃうね、うん、風で転がりますとか言ってたけどね本人。そんなこと言ってた。そんなこと言ってた。ノリノリ、美味しいと思ってるからあいつはダメなんだ、うん、いや逆にだから美味しいと思いなよって話ですよ。そう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 、お父さんって逆手に取ればいいんだよ、うん、でもそればっかりやってたら私本当にあお父さんみたいって思われちゃう気がするな。あ俺もお母さんみたいに。そうそうそう、お母さんお母さんだよって自分から言っちゃうと、うん、あそうなんだって思っちゃわない。そうなの？違うってよ。違うって。だからこういい雰囲気になるかどうかわからんけど、うん、そういう二人になった時にギャップを見せればいいんじゃない。そう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 、やる時は二人きりの時に、そうそうそう、とか普段はお父さんでいいんじゃない。なるほど ね、 ね、納得してくれたかな、はい、いいとも。よし、じゃあ次いいとも、うん、生徒会ネーム胸打つ小堂さんからいただきました、はい、ありがとう。ゼナの皆さん、まっぱっぱー、まっぱっぱー。1月から復活ということで時期外れなメールになってしまいますが、うん、今クリスマスプレゼントについて悩んでいます、うん、大丈夫ですよ今クリスマス前ですから本当はね、 ね、 ね、うん、生まれて初めてできた彼女に何をあげたらいいか毎日考えてます。 おめでとう。まだ高校生なので高いものは無理ですが、高校生なんだ、がっかりされるのも嫌だし、うんうん、それ以前にそういうプレゼントしたことがないので良い案が思いつきません。あら、かわいいわ。かわいいわ。皆さんはもしトネケンさんにクリスマスプレゼント送るとしたら何にしますか。これ関係なくないかな。なんで急にトネケン出てきたの。まあ、毛玉さんに何をあげますかって。あげない。あげるとしたら、なんかさ、究極の選択みたいなことをさした時にさ、うん、うーん、どっちも嫌だとか言うタイプだね。言うタイプだね。自分に正直なの。あげない。あげるとしたら。あげるとしたら、もう育毛剤一択。あれ以上に毛玉にする？大きい。いや、あれはね、取り繕ってああなってるだけだから。あのさ、公共の電波でそういうさ、いいの？そういうさ。あの、ダメなところはピーってなるから。うん、ああ、何してんの？今ね、マネージャーさんがね、自分のパソコンの壁紙を07分21秒になりました。突然ですが、生徒会ネームガルボさんからいただいた大人の慣用句、思い切り立ったら吉日。以上、07分21秒の時報でした。ひかさようこちゃんにして、あの体裁を取り繕ってなんか変えてるあたりがしいですよ、ね、あのさ、変えたって人の事務所のマネージャー捕まえてしってやめてくれるからなんかそういう写真集とかあげればトネケンに。やだ、絶対やだ。何、写真集ってヒヨの写真集ってこと？ないの、そういうの。あの別のアニメのユニットの写真集は出ますけど。それがいいじゃん。例のやつか。例のやつ渡せばいいんだよ、うん、トネケン自分で買いそう。買ってそう。あでもトネケンはどういう人がタイプなのか、どう、事務所の、うちの事務所のさんがすごい好き、うん、ん、ああ、そうなんだ、ん、意外。なんか大人の女性がすごい好き。お姉様タイプが好きってこと。 うちのデスクの一番偉いさんっていう人もいるんですけど、うん、あの名前出しちゃったけど、うん、デスクの総括のお姉様が一時期すごい好きで、え、ちょっと待って、ガチじゃん あいつ。もう一回聞くけど、トネケンさんの好きな女性の感じを言ったりとか、うん、しかも一般女性の名前をさ公共の放送で、俺本当にこの世界ちょっとまだ分かんないから聞くけれども大丈夫大丈夫、全然いいの。あ、そうなの。なんかこう、まあ、トネケンが事務所に行った時に、うん、そのさんがドアにこうやって寄りかかって、こう、あ、トネさんいらしてたんですかって言った姿に、あの人は俺を誘っているっていう。09分09秒になりました。突然ですが、生徒会ネームトレジャーハンター参謀長官さんからいただいた、あそこに響く言葉、おおむねやす。以上、09分09秒の時報でした。ちょっと頭おかしいじゃん。バカだね、ガチで気持ち悪い。まあそんな方に何を送りますか。俺も聞かれてんのかな。そうじゃないですか、うん、あげたくない、やっぱり。でしょ、わかる。なんかそれ全部知っちゃうと、やっぱあげたくない、あげたくないです。うん、話終わっちゃうみたいな感じ、うん、なんかそうだな、じゃあ彼女ができる本とか。あ、どう。え、でもさ、なんか話聞いてると、うん、トネさんって意外とこう
モテるのかな。モテはしない。自分でモテるって言ってんだって。お冗談じゃねえ。モテるやつはモテるって言われんだよ。ゲスオですから。ほんとゲスですよ。じゃあもうなんかトネケンスペシャルみたいになっちゃうから、まあ、今度いつか本人来た時に聞いてあげてください。わかりました。もうねトネケンはね、あのラジオでネタにするからきっともう一生彼女できないと思う。こんなさ新年一発目みたいな時にさ彼女できないって一生一生できないと思う。全然めでたくないニュース。まあまあまあクリスマスプレゼントね。でも逆にこの胸打つ小堂さんが彼女にあげるとしたら何がいいと思いますか。女の子っていうかね、この前行ったの、ね、私がお買い物してたら、うん、高校生の男の子がお店のお姉さんにあのこれ心込めて包んでもらっていいですかって言ってて、何それと私ねちょっと聞き耳を立ててたの、うん、面白くて。したらお姉さんもあクリスマスプレゼントですかとかって、うん、はいとかって照れながら言ってて、うんうん、なんか初めての彼女で初めてのプレゼントなんでとか言って、なんかこうふわっとした帽子を心込めて包んでくださいって言ってて、ヒューって思いながら私帽子かぶってニヤニヤしてた。可愛くない。キュン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 しちゃった。じゃあ帽子でいいんじゃないかなって気がしてきた。適当だな。なんか今の話をさひっくり返すみたいなさ。ちゃんと考えようよ。もうなんかちゃんと着ろよ服を。なんかもう肩だらだらに指輪指輪もらったら嬉しいじゃない。付き合ってなかったら、うん、ったらあれだけど付き合ってるし、うん、間違えちゃいけないのは絶対にぬいぐるみとかあげちゃダメですよ。いらないぬいぐるみ。でも私ダッフ欲しいよ、うん、買ってください。はい、はい、じゃあ続いてのメールいきましょうか。はい、ね、生徒会ネームカバっぽいライオンさんからいただきました。ありがとうございま す。めっきり寒いので服を着ています。当たり前だよ。全裸が帰ってきたので早速ですが時報ネタを送ります。0909です。皆さんわかりますか。うん、というわけで0909、え、今回使ってる、使ってるって。あ、ほんとだ0909。なんだろう、奥、ワクワク、そんなもんじゃねえな。でもゼロをそのまま読むのではないって書いてある。うん、レイク、レイク、ヒントはヒント、あ、あわ、擬音だって、もくもく、クルック、クルック、あ、それ違うわ、違うラジオになっちゃった。ほくほく、なに、わかんない、チクチク。でもゼロだからね。でもレイそのまま読むのではないってポイントだよね。だってキューはクとかミク、それしか読まないの。ミックミク関係ねえし、二人とも同じ名詞で。サークル違うな、サクサク、わかんない、わかんない、ギブアップ、ギブアップ、ドクドク、あー、なるほど、なるほど、角度のあのほら45度とかって45の右上に丸って書くじゃん、それで何度って読む、ゼロをドって読んで、あれ C がつくのはこれは度 C、 あ、25度 C とか、丸だけだと角度なのか、そうそうそう、でドクドクと、へえ、感心しちゃった。へえ、なるほど、今後も使うそうです。ありがとうございます。ありがとうございました。続いてのメール、はい、次生徒会ネーム桜屋さんからいただきました、はい、ありがとう。全裸マッパの皆さんこんにちは。こんにち は, こんにちはマッパ。僕は女の子の前ではついついかっこいい完璧な男を演じようとしてしまうのですが、どうやら完璧な男よりちょっと隙のある母性本能をくすぐる男の方が女性受けがいいようです。そこで質問なのですが、女性の皆さんはどんな時に母性本能をくすぐられますか。いやもう単純にさ、うん、まあ、ママ的に言わせると、うん、まあまあまあ、計算じゃダメでしょ。ダメね、うん、っていうかなんだろう、完璧な男を演じようと思ってるっていうのは多分できてない、自分で思ってるだけで、うんうんうん、まず絶対できてない。うん、でなんかこう狙って隙を見せようってすると女子はすぐわかる。わかる、だってほら、うん、女子とかも男ってああいう女好きだよねとかって言うけど、うん、男も実は計算した私不思議な女の子って言われるんでっていうみたいなやつ嫌いだからね。
意外と、うん、そうなんだ。男はなんかそういうのによく騙されがちだよねと女の子言うんだけど、うん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 、ママ的な意見よこれ、うん、あの男も苦手タイプと、うん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 、あとは計算してやってるって分かってて好きっていう人がいる。あ、騙されたい。だから3タイプに分かれるのか、そういうのダメっていうタイプと、うんうん、計算してるって分かってそれを包容力でこう可愛いって可愛いって思う人と本当に騙されてる人。でも女の子は特に計算してたらもう嫌だって思うタイプの方が女の子って多いと思うから、母性本能をくすぐる男を計算してやっちゃダメだよね。無理だね。わざとドジッコをするとかっていうのは分かっちゃうじゃん。完璧な男を演じようとしているっていうのが可愛いっていう思う人もいるかもしれない。できてないのにプスフって、うん、それが逆に母性本能、逆に母性本能くすぐってる可能性もありますわな。じゃ例えばトネケンさんが、え、またトネケン、ダメ、分かりづらい、分かりづらい、そろそろねトネケンの話題もういいや、もういいや、なんか、あ、そう、うん、育毛剤をね頭にかけてたら分量を間違えて顔に垂れてきて眉毛にかかって眉毛が伸びてきたっていう、邪魔だよ、あ、そう、くすぐられなかった、うん、どんな仕草に母性本能くすぐられますかって。俺もうさすがにザブロクだから、うん、この放送されてる頃にザブロク、ザブロクだから、うん、もうねいい加減にしろよって自分で思っちゃうのね、そういうドジなことをすると。いやー、人によるんじゃないですか、年とか関係なく、うん、よく食べこぼすのね、うん、それが例えば若いねかっこいい男の子がやってたら、うん、もうってなるわけじゃん、女の子にしてみたら、うん、もう俺もういい加減にしろよって自分で思っちゃう。え、なんで嘘、私全然50代60代のおじさま方がこうやって、わーケーキだねって言ってモフモフ食べて、おひげにこうやってクリームついてたら可愛いってなる、思うよ。え、嘘、思わないよ、超思うよ、嘘。いや、それがね女の子とかだったらもう何やってんのってこう取ってあげたりするけど、メンズだったら、うん、え、かわいい、ちょっと考えようって、え、そうだから俺大人でしょって思っちゃう。絶対おはぎちゃんに思われちゃうタイプだよ俺、口の周りに。あの、でも食べこぼしてるの見たことないよ今まで。だけどケチャップとか口につくよ、うん、そりゃつくよ、ナポリタンとか食べると、うんもうちょっとさ、うん、音に気を使って飲み物とか飲んでくれる。いや、でも私もほら食べこぼすし飲みこぼすから、そう、さっき収録前に早速こぼした、ね、びちょびちょなったんで、うん、なんか突っ込まれると私も全部36歳になった時に言えないでしょ、うん、おはぎちゃんはどんなどんなもの、なんでドスルーしたんだよ。さっきの帽子の、いや、ち、あれはね、うん、わら、高校生のさ、あ、まあね、高校生だもんな、若い男の子がさ、ちょっとカッコつけてお店のお姉さんに言ってたのが、あの、可愛いなって思ったのよ。逆に、うん、俺にもアドバイスしよう。ザブロクだったらどういう感じがいいの、うん、私は手フェチだから、その、うん、手の仕草がすごく綺麗な人が好き。箸を持ってる姿とか鉛筆持ってる姿とか。でも俺ダメだもん、だってそういう綺麗な手じゃないもん、なんかこうスラーっとしたとかゴツゴツしたとかでしょ、男の人の手がいい。そうそう、うんうん、指骨が指長い、見えるとか。そうそうそう、骨が見える、怪我してるよ早く病院行って早く病院行って、危ないよそれそこに母性本能じゃないでしょ。でも、まあ、それはフェッチの話、フェッチの話、うん、そうそう、で年齢関係なく甘えられる男性はいいと思うんですよね。そう、甘えたくないってカッコつけてるから、そこがいいの。え、カッコつけなくていいのにって思う。いや、でもさ、普通に逆に甘えてほしいの。いや、でもなんか、いや男の人はみんなおっぱい好きでしょ。なんだよ、どうしたどうしたどうしたおっぱい、いや、お母さんが好きなの、男の人はね。ああ、そういうこと。そうそう、母の愛を求めているわけよ。だから需要と供給がある意味で一致するじゃない。いや、だけどさ、彼氏に甘えたい女の子の方が圧倒的に多いわけでしょ。あ、したらいいんじゃないのかな。どうして怒ったのどうして切れたんだよ。なんか今想像したらちょっとムカついてきちゃってほらひかさん、ほら、さしてあげて何もないから情緒不安定なんだよなんかごめんね、なんかごめんね、ごめんね、ごめんね、クリスマス前なのにごめんね、謝んなよ、謝ん、謝んってすんぞ。大丈夫、クリスマスはみんな仕事だよ、俺も仕事だし、土日だしね。そうだよ、クリスマスなんて家族と過ごすもん。そうだよ、はい、生誕を祝って。次、さて続いてのメールいきましょう。たきゃ、たきゃふみやさんからいただきました。まさにたきゃって言ったから何と思って。ありがとうございます。全裸の皆さん、こんにちは。マッパー。突然ですが僕には悩みがあります。なんだよ、どうした。男子のくせに胸筋が大きい19分19秒になりました。突然ですが生徒会ネーム木更津ジャンキーさんからいただいた横島マップ。岐阜県養老郡養老町、生死生死生死
以上19分19秒の時報でした。胸筋が大きいということですはいはい部活をちょっと最後まで聞いていきます。部活をやっていて筋肉はつくのですが、他の部員と比べても明らかに大きいです、うん、また同級生が自分の胸を触ってきます、うん、どうしたらいいでしょうか。また胸を小さくする方法があれば教えてください。ちょっとね喧嘩打っちゃダメだよ、よろしくお願いしますだそうです。胸を小さくするのに悩むってちょっと本当に何、いや知らないよ、何なん、はい、ちょっと竹文さんちょっと空気読んで、ね、ちょっとなんか僕どうしたらいいか分かんない。え、何これは、あれじゃないの、私たちに対する自慢話かそういうほら空気悪くなっちゃったよ、ね、揉まれたらいいんじゃないの、だってそのためにあるわけでしょ。 あれじゃないほら男の人にそのためにあるわけじゃないでしょそれも語弊あるでしょ。揉むためにあるみたいな、あれじゃない、あの男の同級生にこうやってふーんって揉まれて上下左右にこうやって運動することによって、うん、まあ、あの胸筋というか手つきいいよ別に、うん、脂肪が燃えて小さくなるんちゃうの。でも揉むと揉むと乳腺が刺激されて大きくなるらしいよ。いや私だってここ揉むもん自分で、うん、揉んじゃダメなんだよ。だって自分で揉まないで誰が揉むのよなんかわかんないけど 妹とかに ここ脇の下です、この辺に乳腺、ここを揉むの、ここを挟んで親指でこう刺激してから背中の方の肉をこもってくるって何どうしたどうして怒ったの、どうした突然急にどうしたのっていう。でも乳腺ちぎれるって言うよね。え、なんかほらあの女の子がブラしないで走ると、あ、クーパー人体だ。何すげえ詳しいねほらだからなんだかんだ言って気になって自分でも調べてなんて、ね、支えてるやつが運動して切れちゃう。あ、よく言うのがボディービルの人とかは筋肉を一回切るのよ、うん、鍛えて鍛えて鍛えていくとこうすごい痛くなるじゃん、うんうん、あれで筋肉が切れてそれが再生するとどんどん太くなって強くなって、あ、そうなんだ、だから先輩切れてますってそういうことなんだよね。切れてますって言うの、あ、そういう意味だったんだ。でもなんでキュラソフト大したもんすよ、なんで切れてる切れてるって言うんだろうって思って、筋肉がブチ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 切れてる、ねえでそれで切れてないっすよ、ちょっと静かして説明してるからそれが再生するとまたさらにあなたの筋肉がパンプアップされていきますよっていうこと。あ、そういう意味だったんだ、知らなかった、なんでだろうってずっと思ってたんだ。だから胸がそれは大きくなっちゃうんだよね、うん、きっとね、なんとか人体が切れるってこと、ここだ、切れてないっすで笑っちゃった、ごめん笑っちゃった、今ので笑わない方がよかったね、ごめん空気もなかった、マジごめんそれあのね、小力さんにも失礼だからね、クオリティ低いからそんなことないもん胸小さくする方法だからあれじゃないの、コーヒーで小さくなるの。コーヒーは1日5杯、3杯だか5杯飲むと脂肪の燃焼率が良くなっちゃってって、まあ私もコーヒー飲んでますけど、だって好きなんだもん。うん、俺もかなり飲むから毎日コーヒー飲むし、コーヒーあんまり飲まないな、コーヒー飲んで私カラ糖だからね、どんどん痩せてっちゃうんだ、うん、でもお肌も綺麗になってくんじゃないの、カプサイシンで、カプサイシンね、うん、カラ糖って何、ちょっとさ、なんか胸のことにはさ、なんかすごい食いついたのにさごめんね、つまんないか、ごめんね、それ以外のことに関してはほんとアホみたいな顔するごめんごめん、はい、まあカプサイシンしたらいいんじゃん、そうだね、代謝を良くして脂肪を燃焼させてください、なんだこの番組というわけで、まあね、いろいろあのメールありがとうございました、ありがとうございました、引き続きお待ちしております。それでは生徒会からの報告です。生徒会役員どもの OVA が今年の春に発売予定です。さらにアニメ生徒会役員どもの DVD 付きコミックス7巻が7月17日に発売だ。0717だな、オナヒト7121で発売じゃないの、出すタイミングが早いぞっつった。こちらは限定生産版です、予約締め切りは5月24日ですのでお早めに。おリオン、詳しい情報は公式ホームページでチェックしてください。公式ホームページは生徒会役員どもで検索するとわかります。ファイスカットでね、なんか毎回さ、うん、胸に関するハガキとあとトネケンさんの話今後じゃあトネケン絡みのメールは省く、ちょっともしかしたら間引かれてくかもしれないですね、ちょっと減ってくかもしれないね、あと胸関係はね、うん、胸関係省くの、あ、そうだね、有益な情報だけ、だからもうさ、ね、胸とトネケンさんのラジオは別枠で、例えばなんか毛玉とおっぱいみたいなタイトルでちょっと待って、毛玉とそのおっぱ
愛を同列にしないでくれる、ね、違うものだからまた。そうだね、あの胸の話はみんなも聞きたいんだもんね、うん、2人もね。毛玉とおっぱいってなんかあれヒゲとボイみたいな。ちょっと嫌だわ。そうだね、うん、じゃああのもじゃもじゃ関係のメールはもうバッラジオの方に送ってください。多分そっちでもそんな読まない。そうか、そんなに読まない。はい、というわけで、はい、他にどんなの募集したいですか。マックスパワーっていうからにはね、マックスなんかこう新しいこう。そうだね、なんかああ前はね疑似ラブとかやりましたけどね。おっぱいとか感触、唇の感触とか、まあ、あれも新しいのがあればもちろん。何か他のところ、うん、あ、あ、なんかねディレクターさんが沖縄に誕生日プレゼントに前回渡しそびれたんだって。前回はほらあのバナナ、そうそうバナナケースいただきましたけど、バナナケースいただいて、おっ、あー何これ、何これ沖縄関係ねえ、おっぱいじゃん、ちゃんとあの乳首の点々のところとかすごい成功にできてる。これちょっとこれ説明するの難しい。ボールだ、あのおっぱいのふにゃふにゃする、何これ、くそー、これ酸っぱい匂いするよ。これはさ、でも本当にもういやいや硬いよ、この柔らかさは幻想です。なんだろうな、なんか水っぽいんだよな、中が、うん、肉感がないんだよね、詰まってる感じがしないんだよね。前回は半ペンを T シャツの上から触るのが一番ぽいっていうのが反省。何してんの、これ中水だね。やったじゃん、いろいろ。え、半ペンとかやって、私やってないよ。あ、そうか、うん、女子はキス系が多かったのか。あと私肉まんやった。そうそう、肉まん、何まんが一番かって。で、肉まんとかメロンパンとかで一番あーぽいって思ったのが、うん、半ペンを置いて、うん、その上に T シャツを乗っけんの、うん、でその上から触るのが、うん、まあ、優勝だった。何やっちゃってんの。そう、でも何やってんのって思ったら本当できねえから。そうだね、一見そう思っちゃうともうできねえから、ね、冷静になっちゃダメなんだよね、この番組はこう突っ走らない。遊ぶな遊ぶな。じゃあなんかそういう新しいのもあったら、まああとはもじゃもじゃいないですけど、うん、トレジャーの隠し方、隠し場所はどうなんだったかとか、トレジャー見つかっちゃったぞとか、うん、まあ、そういう感じ、まあね、つまんないのね。ずっとおっぱいに夢中で。言わないで言わないで。もんでなもんでな。まあぜひそういうのもお待ちしております、はい、なんかこんなコーナー、はい、作ってくださいみたいなな、ね、メールがあってもいいですし、はい、うん、ぜひ皆さんどしどし送ってください。これはい、それでは帰りましょうかね。お相手は萩村すず役の矢作さゆりと、ゆーんで津田貴俊役の浅沼慎太郎と、天草市の役の日笠ぎゅーんともうお前で最後だよでした。次回の更新は1月25日になります。それでは皆さん来週もまたで会いましょう。
9分40秒になりました。突然ですが、生徒会ネームリリスさんからいただいたあそこに響く言葉、変わらない吸引力。以上、29分40秒の時報でした。